古事古琴、古琴、空鎮は中国の古い伝統楽器七弦金とも呼ぶ三千年の歴史がある発言楽器で八音の糸に属し七本の弦を持つことなどと違い古都字はなく木と呼ばれる印が13ありこれに従い左指で弦を押さえて右指で弾く古古都演奏儀は2003年 ユネスコの無形文化遺産保護条約に基づく人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に掲載され2009年9月に無形文化遺産として正式登録された。古言は中国の文人がたしなむべきとされた近畿書画の一番目である。孔子、諸葛孔明、竹林の七県の傾向、東栄明、白、虚位など。 歴史上著名な多くの文人によって演奏された。日本でも、菅原道真、重明親王が学んだことが知られる。君子左事、右書き左事、白が絶見、チンなど、ことにまつわる、古事成語も多い。ボイジャーのゴールデンレコードには、官兵庫による古事の演奏が収められている。古事の胴体は、全長130センチメートル前後で、 伝統的に青切り製とされるが、それ以外の木材も使われ、雲すぎ、頭皮属性も人気が高い。7本の弦を有し、演奏者から見て遠い方から順に第1弦、第2弦、第7弦と数える。長弦方法には様々なものがあるが、最も基本的な成長では、第1弦から順に CDFGACD CD であり、開放弦で五音音階を奏でることができる。 右手の小指以外の4本の指を使って弾く。複数の弦を同時に弾くこともあり、音程としては8度、5度などが使われる。ギターのフレットや琴字のようなものは存在しない。左手も小指以外の4本の指を使うが、左指の使い方には、3、広し、アンの3通りがある。左指で押さえる場所を示す13個の印を、木と呼び。 演奏者から見て右から左へ第1期、第2期と呼ぶ。期は開放弦に対する弦長比が単純な分数になるように定められており、成立を参照、起同士の間隔は一定しない。開放弦が C の場合、起と音の関係は以下のようになる。暗音の場合は、起の位置ちょうどを抑えるだけでなく、起と起の間の位置を抑える場合もある。その位置を示す場合は、 第八期と第九期のちょうど中間を八期半と呼んだり、期と期の間を十等分して、風を用いる。すなわち例えば第七期と第八期の間を十等分した六番目の位置を七期六分、第六期と第七期の間を十等分した二番目の位置を六期二分と風に、いわば小数のように呼ぶ。以下に三音をシートした時のピタゴラス音率による抑える位置を示す。 古事の発明は、いろいろな伝説的な人物と関係づけられている。例えば、ふっつぎ、新能、皇帝、行、旬など、古都の最古の文献上の記録は、史教である。考古学的には、総公一部から古都とに立地くと十言ごとが出土している。七言のことは、各点一号祖母から出土した、戦国時代のことと、 馬オ大幹部から出土した全館のことがあるが、どちらも全長80センチメートル余りのもので、現在の古事よりも小さい。南北朝以降になると、現在と同様の120センチメートルほどの古事が出現する。台湾の国立呼吸博物院には、唐の時代に作られた、春来ということを造するが、このことは天下第一のことと呼ばれた。 旧大空玉木灰というやはり等の取得元年、756年に作られたことは、北京の古旧博物院他に4面が現存し、いずれもほぼ同じである。古ごとの構造は時代を通じてほとんど変化がない。層の体操が旧弦ごととそのための曲を作ったが、普及しなかった。古ごとの弦は、伝統的には絹糸であるが、 現在は主にスチール芸やスチール芯のナイロン弦が用いられる。本来の絹製の弦とは響きが異なるため、近年本来の絹製の弦を使った復元演奏も見られている。古事の専門書として、古くは、洋遊、古都清秀、西洋、古都三竿、慶光、古都府などがある。民の昇格兼、古都書き改善には古に関する古来の多くの論調を集めている。 用高式日、こと学総書は、ことの理論や金曲十二曲を含む、総合的な書き物である。元々の名称は単に、ことであったが、後に、古巾や、陽金など、ことの字の頭に、別の名を付けた、弦楽器と区別するために、二百年以上前から、七弦ごとと呼ばれるようになった。古ごとの故障が用いられるようになったのは二十世紀後半からで、ある。 日本には、剣道史の時代に、歌と共に、大陸から伝来、ことやワゴンなど他のことと区別して、金、または、金のことと称した。開封相応には、ことにまつわる詩が数多く読まれている。また、うつほ物語の清原瞬影、源氏物語の光源氏など、物語の主人公が傾向し奏でる場面が重要な、物語要素となっていた。 平安時代中期頃まで演奏されていた記録が、日本三大実録、リブ王儀、リホウ王儀、ミ堂ウカンク記、魚遊賞、枕の奏詞に残るが、奏法が難しくまた、音量の小さい楽器で、あ、ためか、結局、画楽の編成にも加えられることなく一度断絶する。その後江戸時代に至り、あずまさつき新越によって、再び、日本に伝わり、熊沢万山、お牛ぞら 村上極道らの文人たちに愛好されたが、一般に広まることはなく再び推備した。現代のこと学は、オランダ講師のファン・フーリックが、岸辺修行に教授したことから始まるものでる。古代のことで、日本に現存する代表的なことに、問うこととして、正倉院宝物の金銀平文語と金銀表文の金。 法隆事件の宝物の、戒元ごと、東京国立博物館所蔵、国宝がある。他に、五島神社像の伝兵重平所用のホッ重要文化財、尾有、徳川義直の老流銀、金徳川家伝来の北宗ごと、冠西へ、別名、バ花壇、二2019年9月北京大学王風、教授よる、官邸、周行十種書斎、谷京、遊覧、 完成年間、天命三年無名ごと、四朝ともに、国立歴史民族博物館像などがある。古ごとの楽譜には、文字譜と中東時代に開発された、原字譜がある。文字譜は、古本として、漢代、西洋、133から192が書いた、古都三竿に、孔子が作曲したと伝える、血石蝶遊蘭代、血石蝶遊蘭台後、 東京国立博物館所蔵国宝が現存する。彦根家、や徳川た康すには、お牛宗来の学書、遊覧不詳が伝わる。元ンアザプは、文字符の自覚を省略して、減らして開発したのでこの名がある。その例を挙げれば、長、松、木、甲、方、名、言うなどといった具合である。ゲンアは、多数伝わり、主権編、新規皮膚、 名、高広氏を摘みどし、1425年が代表的な金婦である。現アザプは見た目が非常に変わっており、高労ー八86回には、林間ゆずみ玉が読んでいる金婦を、下宝玉が見て、天書だと思うシーンがある。代表的な金曲に、高良山、洋館三条、秋風寺、酒郷、昭君院、大御家、梅花三郎、平井佐子落眼。 遊覧などがある。中華人民共和国では1960年から金布の総書である金曲修正の出版を開始し、2010年に全30巻142種の金布の出版を完了した。現アザプは現在のところユニコードには未収録であるが、追加多言語面への追加が提案されている。古事に関する伝説は非常に多い。孔子が 四上司にことを習った時の話、四季孔子星歌、白画と正式の地印の古事、列詞東門、柴助行のことと、卓文君の話、四季芝小列伝、細分期が切れた弦の種類を聞き分けた話、芸文類樹の弾く、細演別伝、傾向が軽視するときに、光梁さんを演奏した話、施設信号が良などが有名である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。